久保さん。今回ね、金があっても買えないもの。金があっても買えないものにしようかな。まあ金金うるせえんだよみたいな話もあると思うんで、金じゃないよねっていうところもね、ちょっとお話しようかなと思うんですけど。<laughs> まあ僕最近散歩、これからまたちょっと散歩してくるんですけど、もうね、久保さん仕事今日の仕事終わっちゃったんですよ。もう仕事復興不利ですね。 そうまあちょっと、あまりにもなさすぎるんでやりますけど、<laughs> ちょっとあの、ブログのストック記事書くとかなんかやります。<laughs> もう終わっちゃったんですよね。も、ま、う、あ、さっきね、セールスビデオもちょっと撮ってたんですけど。まあそうそう。で、まあ散歩行くわけなんですけど、もうほんとね、朝日が気持ちいいわけですよ。その、あの、太陽が、ただね、太陽っていうのは、まあ上がって沈むだけなんだけども、 どうですか太陽変えますこの太陽がねこうお金払ったら登ってくれるわけでもなければあの朝日はねすごく気もあのなんかうわーなるんですよとかあとなんかそのなんかね朝ってねそのなんだろうなこれ分かんないですよなんかね違うんですよ空気がなんかその自然がこう太陽が出てきてこう吸い出すみたいな光合成出るぞみたいな感じの まあ,あの人々もそんなに活動してないっていうのもあると思うんですけど何なんですかねあのなんか神秘的な空気感というかあれは朝にしかないいやこれだから散歩ですよ散歩いいですよ散歩はやっぱ金で買えないじゃないですかどうなんだ <laughs> まあその朝日とかねその自然のものはねうんまあ地球も金で買えないじゃないですか地球もう一個作れます これいく多分ね、いくら金あっても同じ地球を作るってことは難しいと思いますよ。<laughs> どう、どうすかね。まあ、そう、全世界のお金を集めて、全世界のテクノロジーを使ったとしてもね、最先端のテクノロジーを作ったとしても、同じ地球をもう一個作るっていうね、できます多分無理ですね。多分無理じゃないですか。まあ多分火星には行,き行ってますけど、 火星に行くことはできるけど、地球をもう一個コピーする。コピー地球をコピーするのは難しいと思うんですね。<laughs> まあでも、1000年後ぐらいのテクノロジーだったらわかんないですけどね。星を作っちゃうっていうね。まあ今、人間は作れますから。クローン人間は作れるんで、クローン地球みたいなね。1000年後のテクノロジーだったら星を作っちゃうっていうのもあり得るのかな。わかんないですけど。まあでも、まあお金で買えないものがあるわけじゃないですか。 そう,そうそうそう、だから僕の R34 もね、その、もう作られてないので、お金で買えないんですよ。まあ今はすいません、カーセンサー見れば出るんだけども、もうあれがね、ほんと1、2台とかに、カーセンサーっていう媒体に出るのがもう1、2台になってくるともうないんですよねか。買うものが、買えるものが。うん。だからもう、買いたくても買えなくなるみたいなね。そう。だからもう僕はカーセンサーから R34 が消えてほしいんですけど。 まあでも消えると消えてるとで価格がちょっとわかんなくなるからな。まあ1、2台あって5000万とかでね。3、まあ10台ぐらいですかね。10台ぐらいあって5000万とかね。ランボルギーニもだいたい10台とかなんですよ。まあ僕はランボルギーニウラカンスパイダーをたまに見るんですけど、まあ10台ぐらいなんですよ。で3000万、4000万なんですよね。だいたい。あ、今ちょっと出、出すぎてるんで。 ま、買えないものがありますよ。お金出しても。買えない。買えないものでも、でもですよ。でも、まあ、ちょっと散歩の話に戻すと、これね、僕お金稼げてなかったら散歩できてないですよ。優雅に。うん。だって、普通の人だったらね、僕もう今日の仕事終わってんだけども、なんだ、今から出社じゃないですか。ね。僕もう仕事終わってんすよ、今。もう、もう <laughs> だって今日のブログの記事は昨日書いちゃったし、だから今日ブログ書くことないんですよ。ね。あの、昨日書いてるし。そう。で、あの、まあ、動画もセールスビデオもやるべきこと、僕仕事でまあ、商品売ってかないといけないですから、その商品売ってかないといけないセールスビデオの動画やろうとしてたやつも終わったし、まあ、この久保さんとのやり取りは趣味なんであれなんですけど、そう。 でもこれね、お金稼ぎてないとこんな生活できないので、逆に言うと散歩を楽しめるっていうこともね、あの朝ね、その仕事だ言うてね、なかなかその、優雅に散歩するっていうのは難しくないですかうん。これは本当ありがたいなと思いますね。優雅にその、気持ちよく散歩できる。まあ、この散歩した後にね、ま、スーツ着てね、シャワーをガーッと浴びてスーツ着て会社に行くっていうのは、 きついですよね、うん、まあだから結局金に戻るんですけどね。<laughs> 結局やっぱ金を稼げるようになった方がいいよっていう話です。自分でね。だから給料をもらうとかで、自分でその自由にお金を稼げるし、自由にお金をコントロールできるっていうね。多くの人はお金にコントロールされてる側なので、お金をコントロールする側、まあ久保さんもね、金融でお金を使ってお金を増やすみたいなコントロールできるわけですよ。 みんなお金にコントロールされてるわけなんだけどもコントロールこっちがしていくと売り上げに関しても自分で調整できるこの月は売り上げ上げたいでもこの月はまあいいかなとかねまあその売り上げもういくらでもコントロールできるようになるとすげえ楽だと思いますけどねうんいってらっしゃい